ジャンルカビアリは、イタリアクレモナ出身の元サッカー選手、サッカー指導者。元イタリア代表。現役時代のポジションはフォワード。イタリア代表時代。右は、ブラジル代表、リカルドローシャ1990年代のイタリアを代表するゴールゲッター。イタリア代表としては1988年、ヨーロッパ選手権、1986年。 1990年大会のワールドカップに出場した。しかし1990年ワールドカップではサルバトーレスキラッチやロベルト・バッジョラの大統で活躍の機会はなかった。1984年にクレモネーゼからサンプドリアへ移籍するとすぐに頭角を現し、ロベルト・マンチーニとのコンビプレーで1987から88。 1988から89シーズンと2シーズン連続でコッパイタリアを制し1989から90シーズンには UEFA カップウィナーズカップで優勝1990から91シーズンのリーグ戦においては19ゴールを挙げ得点王となりスクデット獲得に貢献した1991から92シーズンには UEFA チャンピオンズリーグの前身、UEFA チャンピオンズカップの決勝に進出するが、数度訪れた、決定機を逃し、レナート・ブーゾとの途中交代を命じられ、バルセロナに敗れ準優勝に終わった、ユベントス時代。左は、ファブリツィラバネッリ1992年より当時、世界最高額で、ユベントスへ移籍、当初は怪我での離脱もあり、 その能力を十分発揮したとは言い難かったが、徐々に、本来のフォームを取り戻し不動のエースストライカーとして、君臨、1994から95シーズンに、自身2度目のスクデット、コッパイタリア優勝に貢献すると、翌シーズンには、UEFA チャンピオンズリーグのタイトルも主中にした。特に準決勝の南都戦では、第1戦で1ゴール、2戦では1ゴール1アシスト。 パウロ・ソーザのゴールをアシスト、試合には敗れたが、このゴールにより合計で、なんと上回り、ユベントスは決勝に進出した、と目覚ましい活躍を見せた。1996年には、プレミアリーグのチェルシーに移籍し、この年の FA カップ獲得に貢献。1998から99シーズンは、チェルシーのプレイングマネージャーに就任した。 ありがとうございます。